前回までのあらすじ。トラップアドベンチャー。そのタイトルの通り、罠が非常に多く、何回も死んでみないとわからない、クリアできないという、とっても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 むずいんです。それでもパルポンは針に刺されても刺されても刺されてもめげずに、雄たけびや悲鳴を上げながらチャレンジしていくのであった。はい、どうもパルポンです。今回実況の趣向をちょっと変えまして、パルポンが実際プレイしている動画を見ながらの実況っていう形でやっていきたいと思います。まあ、要はプレイしているのを見て喋るっていう感じ、アテレコな感じですね。まあ、前回の続きでやっていくんですけれども、早速もう始めてますね。ここはもう簡単簡単、そこにトゲあるのを避けるだけですね。このジャンプしてなかなかね、この操作性がね難しいのよ、本当このゲームは。はい、ほんで次のステージ、ここもちょっとジャンプしてうまいこと針の隙間を通っていくっていう感じですね。やられてるし、こうですね、こんな流れになって、はい、このまま突き抜けて、はい、ステージ4、あ、ステージ5か。この俺も難しいのよね、本当に。お、乗った、うえーあ土管に落ちる、土管に落ちる。前ここまで行かなかったもんね、土管の上すら乗れてなかった。乗ったよ、滑ったよ、難しいよね本当に。はい、乗ってまた滑ってるね、え、どういうことなんだよね。はい、サメに刺されて忘れとったね、これうまいこと乗って、はい、ドカン乗ってまた落ちてる。だこれがね、本当にドカンの隅っこ何してんのい、ドカンの隅っこ左隅に乗らないと落ちてしまうのよね、真ん中のとこ。難しいのよ。はい、ここで乗って、うわー無理だな、端っこすぎるな、あんなちっちゃいとこに乗るの難しいもんな、本当に。乗って一発で行かないといけないしね。あいよ、なんでよ、土管そのまま届かないね、土管そのままね、左隅に乗らないとダメなんですね。で、真ん中落ちるから今度右隅の土管に移動するっていう感じになるんですね。本当に難しい、乗れない、はい、タイミング見計らって、はい、飛んで、はい、乗れない、タイミング見計らって、おっと、それ以前の問題、タイミング見計らって、あー、それ以前の問題。はい、今度はちゃんと乗ったね、はい、乗ってジャンプして、あー、ジャンプして乗った乗った、これいけない、何回ミスしたら、今の操作ミスだな、感じ左行ってるし、はい、乗れない、乗れないとね、下に針が出てくるんだよね、また土管に落ちてるし、ここいつになったらいけるんだろう。お、いいよ、土管の上に乗れない、ほんと左隅に乗るのも難しいね。はい、来た、落ちた、この落ちるのも何回やるんだか、最初から見せて、ここね、ちょっと操作性難しいところだね、ここは。はい、で、この辺、ここはもう慣れたもんですね、簡単簡単。はい、問題のところ、はい、乗って、はい、できたり、おい、よいよ、そう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 、で次の土管に乗る、次の土管に乗ればクリアできそう。はい、行った、行ったよ、新しいステージ。は
新しいステージのこの音楽なんだこの音楽、聞き覚えのある曲、本当にいいですね。このステージの曲はしばらく聞き惚れてますね。やはり単純に避けながらジャンプしながら行けばいいっていうことだと思う。なんかね、一番奥のとこ乗ると針が出そうなんですよね。だからこっちに乗ってなんか上にスイッチがある、これを踏めば何か、はい刺さった、これを対応しなきゃダメだ。でも行くときあんな感じでいいっていうことでね。お、いいよ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 、お、一発いった、すごい。さあ気をつけて、気をつけていってね、頑張ってね、本当に。そう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 、はい、ジャンプして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 、そこやっぱり針があったね。はいはいはい、お、いったよ。に行けそうな気もするんですけど、はいはい、そこはまだ入ってない。そう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 、で、Eスイッチ踏んで下に移動、動けない、動けなかったんだよね。この時のよう覚えたり、動けないのよね。多分下に降りればそのままいいんだろうけど、針が飛んでくるから。ちょ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 、はい、あー届かない、この届かないやっぱここのステージ難しいよ本当。あ、いいよいいよ、あー右隅っこに乗れないという、左隅右隅でドカン、おっとー、あんなとこにもトゲがある、ゆっくり落ちないとダメっていう。穴だらけだわ。ジャンプしてゆっくり落ちて、おーいいよ、はい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 、やおっと滑ると大変だね、やられまくりだわ、下がりまくりだわ。いやほんとね、でも難しいよ。さあ今回はいけるかな、この土管の右隅に乗れない、なかなか行きすぎるとさ針に刺さるから、そこの調整も難しい。あ、いいよいいよ、はい、ジャンプ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 、ここ気をつけながら、あれジャンプできなかったね。しかもこんなとこでもまだやられてる、難しい。おお、ああ右隅に乗れない、この本当にもうわずかしかないこの大丈夫ゾーンを、大丈夫ゾーンを、大丈夫ゾーン行かないと。そう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 、はい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 、またこのステージ来ましたね。今度はうまくできるんでしょうか。なんで左行ったの、操作がね、右へ押したと思ったら左を押してしまうという、こういうこともやるんだよね。はい、来たー、いいですね。はい、ジャンプ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 、ここ刺さった、刺さるね。お、いけそう、まだいけそう、結構慣れてきたんかな。またこの右の針に刺さって、焦っちゃダメなのよね、もうだいぶ慣れたもんですね。いけるいける、もう簡単簡単、もうだいぶ慣れてます。乗って、あ、いい位置だよ、あ、いい位置だよ、はい、いった。あー、あのスイッチ踏めるか、
わあ、もうそれ以前のもんね。本当にその操作性もそうだし、もう大丈夫ゾーンだよね。やられましたね。まあ、というわけで今回はとりあえずここまでにしようかなと思います。とりあえず一つステージ進みましたね。土管の下のステージですね。まあそれだけでも十分良かったかなと思ってます。またこれ続きをやっていきたいと思いますんで、また楽しみに来てください。ではさようなら。にゃっ。